さあ、梅雪下ってしまいましたね。いよいよ武田崩壊の引き金引かれてしまったんじゃないですか。とはいえ武田崩壊の引き金は梅雪というよりも木曽だけどね、どっちかっていうとね。まあ梅雪もそこでやっぱ衝撃的であったからね。さあ、そして鎮守将軍の旗、風林火山発令しました。いや、これでかい、これマジででかいっす。で、鎮守将軍の旗レベル2と、まあ、このまま行きたいところなんですけども、ちょっとその前にこの名所繁栄やっときましょう。万願寺と鹿島神宮ね、高得意いや、これすげえしくじったのこれ優先じゃなかったね、どう考えても。あー、踏ん詰まっちゃってんな。さあ、一気発生。あ、もう武田もそういう風に戦うしかなくなってるもんね。さあ、いってるぞ。継ぐつらが捕らえられ、武田家に下った。はいそうですか、あんまりショックはないです。この辺で林城行っちゃいましょう。あ、待って、北条の一党意外と苦戦してんな。あ、でも大丈夫だな、この様子なら。恩国豊よ、考えがあります。そして豊も行ってきましょう。お聞きください。金ね、本当は温存しないといけないんだけど、やっぱ豊はね、やっておきたいよね。磯野一正、ケチらしい魚津城を取り付けました。このままぶっこ抜きそうだね。さあ、林城、そして高遠城、なだれ込んでますね。城攻めに有効ぞ。まあ、ここは問題ないでしょう。ものすごい勢いで、あ、動いたけどもだよ。もうけどもって感じだよね。宇治テルの兵糧が怪しくなってきてるけど、まあ問題はない。高遠城陥落。さあ、絡め取った、ドン。増した長森来るかな。我が心は変えない。来ませんでした。あ、来たわ。マシタは後方の城主でいいでしょ。これは内政上手は後方で金策ですよ。じゃあ延沢にぶち込んでおきましょう。かたじけない、拾った命無駄にはせん。さあ、で、高遠城攻撃軍は、高遠城か仁科かねえ、高遠といえば仁科だよね。仁科森信、これはちょっと行き過ぎだな。うーん、どうしよう。木曽福島になだれ込み、城攻めですか。この4体でこちらに松尾に行きましょう。城を奪えば有利になる。いけるよね。よろしいですか。フルオリ、これも内政上手か。フルオリも政治70あるんだったら、竹中昇華だ、好き。あ、まあ別にいいんじゃないか、これ。あ、内政別に上手でもないのか。どうしよう。まあ、北の地にぶち込んどっか。そしたら。これといった特徴のない武将を北の地に送り続ける恐ろしい。トンデン兵ね。戦国トンデン兵。ここに発令されました。まあ、この辺り耕しておきましょう。家宝も与えないっていうね。フルオリア家宝を買ってきてくれるからね。まあ、それはそれでありがたいよね。どっちがいいかな。まずは、鹿島神宮から行きますか。鹿島アントラーズがね、赤い旗を振り回すわけですよ。あそこで。さあ、林城、ぎゅうぎゅうに締め上げてっけど、マステル隊の兵糧が危ないんで、返します。こっちも、打ちてるか、7日。これ落とした方が多分早いな。戦となる。武人を始める。さあ、秋山を蹴散らし、林城、陥落、合戦かな。生け捕りとした。おばくでドン。ああ、一泊も武田なんだね。秘伝にはお使いできぬ。礼を申し上げる。さあ、で、林城攻撃軍ですが、さあ始めようか。どうしよう。もうこのままとりあえず木曽福島行きますか。このまま織田戦になんのかな。
ね、なんかちょっと織田との戦が始まるには早い気もするけど。さあ勝つより蹴散らし、魚津陥落させました。縛り上げなさい。おバックでドン。あ、来るなこれ柴田重家。やりました。力を尽くす。これは打ちてる。残り1日、これは当然返しましょう。どうかご命令。間に合ってよかった。帰ったね。じゃあここで騎乗します。ここ兵よ。で立て直して再び出るとしましょう。そうだ、もうこっちに向かわざるを得ないもんね。武田も松を取り付いたね。まあ織田も動いたね、ぐわっと。まあぐわっと動いたからって話ですよ。さあ合戦か。6部隊、6部隊で満足しとくかね。8にはならんもんね、どう見ても。うん、6部隊。まあちょっと天気あまりといえばあまりな状況なんだけど、まあ、申し訳ないが外周一色蹴散らさせていただきましょう。敵を打ち砕いたぞ。はい、ということで本当にただ見てるだけで戦が終わりました。もう一つでガン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 壊滅しちゃった。蹴散らし313。はい、お疲れ様でございました。天気は結局何もせずに終わりましたね。鹿島神宮いいな、こうなってくると。さあ日本の尾根って言ってて、日本の屋根って言ってて、アルプスってこの辺だよね。ちょ、チリ僕だいぶ危ないんですけど。それは誠か。まあこれで木曽福島も、うん、もう兵ゼロだ、落ちますね。意外と兵ゼロなのに耐えてんだけどあれ、そうだったっけ。さ、鹿島神宮レベル3だね、これね。やりました。晴れ晴れシーズン。織田の連中がいるんだよな、これがちょっとややこしいけど。あ、どうなりますやら。おバックでドン。あ、これ大道寺来るな。お使いするとしよう。これさ、中世怪しい武将増えてきちゃったから、家宝も買わないといけないね。寝返り士官、真田信忠なんで織田んとこにいんのこれどういうことだ。まあ正幸こっちいるしね。あと正幸こっちいるから信忠こっち来るかっていうと、またそれ話は変わってくるよな、史実的にもね。あ、信さんね、使えてみるもよいか。さて、じゃあこの辺の軍で始めようか。桜ボラ行きますか。いや、こっちもありな気がするんだよな。岩村ももうこのまま織田に行っちゃうっていうのも。そしたら織田意外と、あ、いるな西に。なんで島津こんなとこいんのちょっと待って、え、そうなの島津って。あら、小鬼がまだおるあ、そうなんだ、島津もこっち来てんだ。うわ、どうしようこれ。どうすっかな。いや、一発織田行きましょう。うん、そうしよう。そしたら織田の動き変わるよね。行くさぞ。ですよね。準備を万端整えよ。金平が処断された、なんということ。まあ金平が誰なのか実はよく分かってないですけどね。ちょっと北条勢の兵がだいぶ減っちゃってるね。あ、でも北陸はしばしお休みですね。北陸というか越後越中はね。勝利プラス、これでかいっす。さあ松尾陥落、おバックでドン。来る、ゆら来た。お使いします。あ、利休は、利休中性高いって珍しいよな。なんか利休中性低いイメージあるけど。さあ、まあ帰還かな。これで織田勢騎乗するでしょう。てかもうすでに織田勢は去ってるのか。
これさ、今川動かせないか。今なら動かせるように気にしない。どうしてね、ねえ、10万。あら、10万も出してくれんの父上。やるー。じゃあ街道、あーでもな、なんかな、こう鳴海を取ってさ、今川の進軍路を妨げるっていうのあんまり良くないよね。今川にここを狙ってもらうか、岩村。そうしよう。よかろう、許す。そしたらだよ、我らで岩村を攻めることないよね。もう兵糧がだいぶ怪しいけど、じゃあ桜洞に行くべきなんじゃないの。浅井久政、久政か、息子が良かったな。使えるとするかね、長政が。でこの辺はだって岩村にべったり張り付くもんね。ちょ、米怪しい部隊返すか一度、うん、でこの米緑の2部隊、謙信、あね、上杉友貞と長尾景虎と。これ長尾景虎養子とかさ、なんか迎えたいな。なんかないっすか、姫いないっすか、うちに。いねんだよな。姫産んでくんねえかな。そしたらね、景虎にめとらせてさ、いや上杉家に迎えるんだけどな。8000か、いいでしょこれは。民部、敵を打ち砕いたぞ。いや今川がさ、思いのほか本気で軍を動かしてくれてっから、それが本当にありがたいな。戦になるぞ、陣を整えるんじゃ。秀吉だね、この声はね。秀吉、秀吉もしかして今川にいんの。とんだ平八郎で、秀吉もいんのか。あ、今川つえいいですね、今川強いの。ございません。さあ、もう武田こういうことしかできないんですよね。敵ではなかったの。弱い弱い、誰ぞこの戦いにかすり傷でも負わせる。いいとてもいいです。敵さん引いたぞ。さあ、原内がより蹴散らした豊行ってきましょう。あ、でここで万願寺も行きますね。ハイパー忙しいんだが、でこの合戦かは、あ、ちょっと待って、不利だ、不利なのか。そうか、一度返すか、これ返す周りのような気がするんだよね。腕が鳴るわい。そうしよう、一度返します。今が動くで、改めて出ましょう。この辺の連中は多分岩村に行くんじゃないかな。これまでじゃ秀吉、うん、武田とりあえず終わったね。いや織田強いな、さすがだね。10万の兵をもってしても、いや結構たやすく蹴散らされてるよこれ。さあ領地をザザッと整えました。進めていきましょう。これダメっぽいね、今川による織田攻めはね。鎮守将軍なたレベル2発令、でかいっすよこれ。このままレベル3までいけ。維新不足、あ、維新不足とかまだ起きちゃうんだ。あ、そう、なんかもう維新とか全然気にしなかったけど、そうなんだね。じゃあ小仁田大配備、あー、どっちがいっかな。こっちにしよう、海上輸送、海上輸送。てか別にどっちもやりゃいいじゃんそんな苦しくないんだからさ。心が可能なことになると。吉本、あら、全然じゃん今川。これまでか、ねえ、これ、あー、大東の元亡くなったか。あー、ダメだね今川ね。10万の兵をもってしても結構たやすく蹴散らされちゃうんだ。武田うっとしてないっけ。さあ海上輸送レベル2発令、さらにこれに対も配備しました。この負け、家康、勝てとしよう。これで織田がどう動くかなんだよね、気になるのは。申し上げますぞ、
織田がしばらくおとなしくしてくれるようだったら、まあ、このまま武田行っちゃうんだけど、武田中足とまさかせんよな。まだ同盟、そうだよ、してるよね。あ、っていうかそもそも今川と婚姻してっからダメなのか。じゃあこのふっと落ち着いたタイミングで、つつじか先館に本拠を変えてしまいましょう。うん。で、また後方軍団、新しく作んないとダメかもね。うん、多分ダメだろうな。まあ、ちょっとこの辺、整えていきます。はい、ということで、稚魚地、整いました。結構ね、うまいこと、北の地と、噛み合ってくれて、新しい軍団作る必要なかったです。で、ちょっとね、まあ、後方の城は兵も米もあるんですけど、どうしようか。いや、もう正直出てもいいかなって気もするんですけど、ちょっと内政することにしましょう。音楽豊。あ、武芸士なんてだけど、あ、まずは音楽豊かな。それと、着手しようか。土が酒屋だね。の軍開発をしないといけないんですよ。ボロボロなんで。あの、まあ、ちょっとこの辺に時間をしばらく割いていこうかなと思う次第でございます。さあ、元服8人、すごいね8人は。ドンいやー、これはちょっと先行きが不安になりますね。ああね、柏山明菜、これ柏山だよな、どう呼んでも。高梨、はい。千葉国だね、はい。ナス、まあ法術はありがたいね、すごくね。万願寺と神吉、畠山義隆、安田義元、はい。あ、ね、汚染、はいはいはい、いいじゃないですか。目とわせてやろうか、愛の字と。迎えが来て、上田正広、ここで死す。いやー、上田正広は本当に大活躍してくれたよね、序盤から。おーマジかよー、こっちのがショックでげー。うわ、宇治康、ここで、ここでかー。いやー、痛恨時、春日山の首相がいなくなってしまった。とはいえ、まあいるけどね、いるけど、いやー、宇治康シスかー。とりあえず春日山は宇治政を入れることにしました。ありがたき幸せ。そうすると宵田がいちゃうんだよな。じゃあ宵田に玄関をぶち込むことにしましょう。感謝いたすぞ。ちょっとね、戦の人間じゃないけど、まあまあまあいいでしょう。強烈しろ。さあ、だいぶ時間が経ちまして、まあその間ずっと内政をしていたんですけれども、まあ、土ヶ崎方がだいぶ発展してきました。で、後方の城がもう、パンパンなのね、兵も米も。だから、もったいないから出ましょう。桜ぼら、かな、富山城にとりあえず出すか。北の軍を。で、桜ぼらの兵をやっつけて、で、そこになだれ込むような感じで、向かうことにしましょう。じゃあ、宇治康を失い、宇治政に率いられる北条軍ですね。富山城、参りましょう。みんな、ついてまいれ。え、当然、これ出ちゃダメでしょ。お命令を下され。あ、これ一気のあれか、鎮圧か。で、当然桜ぼらから出るよね、信玄が。まあ、兵力でもって、頑固がいる、磯野一正、杉浦玄に、織田内軍も来んのか。いや、これそしたら出ちゃった方が良かったな、うちの総大将も。そうしよっか。うん、そうしよう。じゃあ上杉友貞もね、おっとり方ので駆けつけましょう。まあ鎮守将軍の旗が乗ってるからね、ある程度時間は短縮できると思うけど。いや、早いね、もう追いついたよ。じゃ、これで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。風今日吹くわ。そう、
13万円でなんとかなるんじゃないか。